牛島公門、2016年9月撮影。牛島公門は、富山県富山市の富山駅北側付近から、富山湾の河口まで南北に貫く、富岸運河最上流部の富岸運河、関水公園内にある、現在も、運用可能なパナマ運河方式の公門で、国の登録有形文化財に登録されている。総延長約 5.1km の富岸。 運河中流域までほぼ平行して、流れるイタチ川と運河最上流部の船だまりをつなぐ、長さ24.4メートルのパナマ運河方式の副扉室講門。扉からだが、木製の講門で、イタチ川川の標高約3.35メートル、富岸運河寒水公園側標高約2.7メートルの約0.65メートルの水位を調整し、主に川船の往来を目的として、 不岸運河の屈削中流域にある中島高門と同時に着工し、1934年8月に不岸運河、中島高門と共に竣工した。不岸運河は、運河上流部沿岸の工場などへ原材料や資材、製品の運搬をする船を通すことで、富山の工業発展に寄与したが、輸送手段が陸上運輸にとって変わり、近隣に、 住宅地が増え環境への配慮が必要になったことに、加え、水質の悪化などにより、周辺の工場の縮小や撤退が進み運河、交通自体が衰退した。このため、運河は荒れた状態となり、牛島公門も老朽化し、公門扉を失った状態だったため、伊達川との接続部には水門を設け分水していた。県は1979年不願運河を、 埋め立て道路を建設する計画を立ち上げたが、1984年に方向を転換しこの水辺を生かした街づくりを目指し整備することになった。その後昭和60年代に入り新たな計画のもと、運河最上流部の船溜まり一帯は、不岸運河寒水公園として、上流から中流域の中島公門までの沿岸は、遊歩道などの整備が行われ、老朽化した牛島公門は、 関水公園整備のため一旦取り壊し、その後公室、扉からだ等の原型復元工事を行い、公門扉は建設王子の木製扉に復元し2001年に関水公園内に完成、2002年6月25日には国の登録有形文化財に登録された。牛島公門水位計、2016年9月撮影、公門全長24.4メートル。 高室、扉室高室、扉室は長さ12.2メートル、幅4.5メートル、高さ3.25メートルで、肛門扉部分は石組み、その他は鉄筋コンクリートの併用で作られ、底面には竿で船を進められるように地取り配置に割り石を置き、引っかかるようにしてある。肛門扉と通水口扉からだのゲート形式は、上流側、下流側とも、 木製マイタゲートで、木製の肛門扉は現在では日本で数少ない、珍しいものである。復元修理にあたりすでに肛門扉は、現存しておらず、昭和初期の写真を参考にして、王子の姿に復元している。通水口は護岸にトンネルを設け中排水する、ものではなく、肛門扉に直接通水扉を設け中排水を、行う。 公門といたち川との接続部の間にあるローラーゲート式の水門。公門を通過するにはこの水門を開ける必要がある。牛島公門は、富段運河関水公園の中にあり、常時見学可能である。また随時運用可能であるが現在はあまり利用されていない。また関水公園と運河中流域にある中島公門に架かる中島橋で折り返す。 緑地や桜並木がある片道約1 8トルの水辺の遊歩道が整備されており、富段運河河水公園とともに散策路として市民に親しまれている。富段運河川口側より約3 1トルの中流域には、川口部との水位差2 5ルを調整し、船舶の往来を目的とした中島港門がある。こちらは2010年4月より、 普眼運河河水公園と川口とを往復する富眼水上ラインが就航しており、観光船が中島公門を通過し、観光客が水のエレベーターを体験できるほか、公門操作室の見学などもできる観光スポットとなっている。ありがとうございます。